あにゃみちゃんもこんばん、みなさんこんばんは、ありがとうございます。おつたき様、ふう、気分転換にキムチ作りをしたら元気になりました。気分転換にキムチ作りってちょっと意味わかんないんだけど、なんか料理を作ってる時って無の境地なのね、私の中では。無の境地っていうか楽しいのね。だからさ、キムチ作りをしてる時はほら、もうそれにし、それのことしか考えないでしょ。料理、だいたい料理してる時ってだいたいそれのことしか考えないっていうか、それのことだけ考えてないって切っちゃうしね、包丁使ってる場合。まあ包丁もそうだし、ピーラーもそうだし、キッチンバサミもそうだけど、刃物を使ってるからね、それのことしか考えちゃダメなんですけど。今日はオクラのキムチと山芋のキムチを今つけてます。うん、マスルさん、マスルでした、すいませんさんから、18日世帯でありがとうございます。ハチちゃんこんばんは、ありがとうございます。ネオビちゃん骨ベラップ、クマちゃんありがとうございます。ありがとう。さっき味見ちょっとしたんだけど美味しかった。味見したのつまみ食いしたんですけど、1時間半ぐらい経ってからね、1時間半ぐらい経ってからちょっと使ったかな、1時間半ぐらい放置してたからちょっとは使ったかなと思って食べたら、オクラのキムチは初めて作ったんだけど美味しかった。だいたいニラかネギか山芋のキムチを作るんです。山芋のキムチいっちゃん好きで、その4つを作るんですけど、めっちゃ美味しかった。あのシーズニングはどこにでも売ってんのかな。私が使うキムチの元をみんなに教えてあげたい。本当に Google 先生で調べるわ。キムチの元、あ、これだ、これ Amazon で売ってたわ。山芋のキムチ美味しいよね、わかる。なんか納豆に入れてもいくない、オクラのキムチ刻んで。これファーチェ、混ぜるだけ本格派キムチの素。これこれが私の中ですっごい美味しくて当たりあった。これファーチェ、混ぜるだけ本格派キムチの素、野菜1キロ分390円、390円だそうです。これこれ美味しい。これでいろんな野菜つけてみてください、好きな野菜。これ美味しい。トマトとかも美味しそうだね。私は嫌いだけど、私は絶対無理やけど、このファーチェ、これ美味しい、これ美味しかったんで使ってみてください。白菜も美味しいのかな。なんか塩もみ不要って書いてあるからすごい楽やなと思って。塩もみせんくてええんかとか思いながら。ゆいちくん、ゆいちくんさ、久々っすね。久々。エキュリア推し、こんばん。リペドレさん、こんばんは。ありがとうございます。今日の
今日の告知は動画にしてみました。見てくれたかな。黒みだなって言われてさくらんぼ販売会行きたかったな。私も今日明日の2日限定15、16もやるの。どこでやってんの？セイロー販売会。あ、表参道ネスパスでやってたんだ。表参道ネスパス、私も YouTube で行きましたけど、本当に新潟のものしか売ってない。まあそりゃそうなんですけど、新潟のアンテナショップなんで。東京の人でね、新潟の食べ物食べたいなっていう方はね、表参道のネスパスにね、表参道ネスパスっていうのかな、ところにいっぱい売ってるんでね。しかも今日明日って言ってたから、明日リコがいるみたいね。いいな、私も行きたい。私も行きたいな。ちょっとここの運動するわ。リコに全然会ってないけど、あのリコの舞台見たいな。浜中さん、浜中文一くんが出るんだよね。文一くんが、私文一くん1回でいいから生で見てみたいんだよね。マイドジャーニーっていうね、もともと文一くんってまだジャニーズなんかわかんないんですけど、あの関西ジャニーズジュニアで、文一くん見てみたいなと。まさかの文一くんと一緒に舞台やるって言ってたから、書いてあったから、え、見たいんだがみたいな。こっちか、こっち取らしたら見たいんですけどみたいな。ヤフィちゃんセミコーチュー、ありがとう。やっちゃんさん、こんにちは。違うやっちゃんさんか、間違えた違うやっちゃんさんやったわ、間違えた。こんにちは。同じ名前の人たくさんいますね。あ、ゆっちーくん、レインボースターきら星、ありがとう。この枠は歌を歌いたいと思います。泳げたいやきくん、やっぱり上来てるね。アイドルには勝てないか。素敵な笑顔で出すメディア、テンテンテンと肩出すメディア、知りたいその深みなぜなぜあ表参道にね、そう、新潟のショップあるんでね、食べてみてください。食べてみてくださいっていうのもなんだけど、なんか食べれる場所もあるみたいよね。へぎそばだかふのりそばだかわかんないけど、へぎそばかな。あ、魚のエサちゃん、久々、お伝き様です。元気ですか？久々やね。何してんの最近は。風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、真面目に見つめた君が恋しい、でんぐり返しの日々、かわいそうなふりをしてだらけてみ、
晴れは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないだと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、抱きしめて離さない。本当の気持ち全部吐き出せるほど強くはない、でも不思議なくらいに絶望は見えない。目の奥にずっと映るシルエットが大好きさ、柔らかな花を寄せない、少し冷たい空気を二人噛みしめて歩く、今日という日になんと名前をつけようかなんて話して、 Oh, I love you の言葉じゃ足りないからとキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま、遥か遠い場所にでも繋がってたいな、二人の思いが同じでありますように。どうしても喉に何かがいる気がする。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないだと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて離さない。 I love you の言葉じゃ足りないからとキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま離さない、ああいつまでもいつまでも離さない。なんでこんなに喉が痛いの？なんか喉にあんのかな。ありがとうございます。パチパチありがとう。間違えた。あずきさん、かっこほく。こんばんは。たくちゃまにめんぶちゅちゅありがとう。ちょっと明るくしてみた。あ、それ喉の奥見えないわ。間違えた。電気消しちゃった。こっちの方がツヤがあっていいの。
これぐらいの強の方がいいかしら。いや、久々歌ったけどゆっただな。てちゃんこんばんは。たくちゃんにもぶちゅうちゅう。ありがとう。そういえばツイッターのアイコン変わったの分かる？分かるよね。だって新しいプロフィールってつぶやいたんだもんね。てちゃんからくまちゃん楽眼ありがとう。たむしちゃんこんばんは。ちょっと変えてみた。気分転換に変えてみた。ずっとこの髪型だしさ、いいかなと思って。ちょっとアイコンを気分転換に変えてみました。ツイッターもインスタグラムも。インスタはちょっと夏らしくしてみました。可愛いよね。可愛いよねって自分で言うのもなんだけど、いいよ。あー、ちょっと甥っ子に会ってないから甥っ子不足だな。でも朝ちょっと会ったぐらいだな。あ、ちょっと待ってて、ちょっと甥っ子帰ってきたかも。一瞬ちょっと甥っ子のとこ行ってきます。
った。ミュートやった、ミュートやった。一人で喋っててみんなに口パクやったわ。みんなに口パクやった。ごめん。あの、おいっ子に会ってきて、おいっ子に会ってきて、ミドピーさん、こんばんは。ありがとうございます。おいっ子、え？おいっ子に会ってきて、おいっ子が新しい洋服を買ってもらったみたいで、ほら見て、ガオだよって言ってすごい可愛かったんですけど、そこ、はい！はーい。で、地面を見ると酔っ払ったママが地面に這いつくばってて酔っ払ってた。こちら、なんとガジュマルが届きました。なので開けようかな。どうやって開けん、やば、なんか酔っ払ったっつってフラフラになってママがいたから逃げてきました。助けてやらないっていうね。まあ歩けるでしょ。スカトシこんばんは。バーン。育て方、砂利で育てるシリーズ。1週間に一度グラスの中の水を捨ててあげてください。葉焼けの原因になるので直射日光を避けてください。また根腐れ防止するために水を吸い上げない場合は1週間に一度グラスの中の水を捨ててください。葉や木や幹の乾燥にが弱いの、葉や幹は霧吹きなどできるだけ毎日湿らせてください。また砂利は、植物が栄養を摂取することができません。月に一度で市販の活力剤を適量あげてください。へー、到着後は水を入れてください。到着、商品到着後は水を適量植物に与えてください。ガラス容器を開けられる。どういうこと？植物が過ごしやすい空間は人間も過ごしやすいからに頑張って、ありがとう。ガジュマル、そう、ズマルちゃん、セミコーチありがとう。ガチャギョンベンウェ、ヒロさんご直感とありがとうございます。ギリギリミヤちゃんさん使ったし、こんばんは。いや、私さ、簡単に育てられるっていうか、簡単にちょっと待ってね。到着直後は水を適量植物に与えてください。ガラス容器、アクリル容器の場合は3分の1水やりの水やり。はい。よいしょ。じゃーん。あ、かわいい。めっちゃかわいいじゃん。ちっちゃちっちゃ、まあこれぐらいの小ささ望んでたけど、本当にちっちゃ、ね、これを優しく取ります。おお、え、これ飛び出てるけど、これはこれでいいんだよね。で、ガラス容器やアクリル容器の場合は水を3分の1あ入れてくださいって。はい、かわいいね。いや、そんな育たないんじゃないかな。
可愛くない？入れ物が可愛いね。めっちゃいいサイズ。ちょっと水あげてくるわ。半分の1。よくわかんないけどよくわかんないけど一応水入れてきた。3分の1ぐらいで、ちょっと根っことかに水をかけて、これを今日から息子として育てたいと思います。こいつの名前は、こいつはカジュマルなので、名前何にしようかな。りょうすけにしようかな。りょうすけ、りょうすけです。うちのりょうすけです。りょうすけ。涼しいにすけはすけよ。涼しいにすけでりょうすけかな。りょうちゃん、りょうちゃん元気に育っててね。1週間に一度水やり。結構水入れちゃったかもしれない。でも減らしたんだけどな、これでも。砂利が入ってるかちょっと分かんない。そう、涼介、山田涼介と同じ感じと名前、涼介です。なんなら山田涼介ってつけてあげてもいいぐらい。山田もつけたいぐらいだけど、涼介。はい、山田もつけたいけどもつけない。あえてつけずに涼介。涼介すくすく育ってね。涼介さん、はじめましてありがとうございます。うちの息子、まあ彼氏でもいいんですけど、涼介今日からよろしく。なんか霧吹き買ってこないとっぽいね。霧吹きがいるっぽい。これさ、直射日光を避けてくださいって書いてあったな。植物や、え、植物飛び出してるけど、これはいいんだよね、別に。これは味なんだよね、多分。これはいいんだよね。だってこんなに飛び出しててさ、見逃すわけないよね。これはこういう飛び出し方でいいってことだよね。え、これは正解なんだよね、これで。わかんない、植物だから。幸せを呼ぶ木ですからね、ガジュマルは。いろんな幸せ、あと金運を上げる木らしい。エツさん、こんばんは。どうする、私こんな
1週間に1度しか水あげなくていい簡単な植物を枯らしてしまうような女だったら、何を想像、何かを想像するん。それぐらい設定づけておいた方がしっかり水やりできそう。そうそう、山田涼介だと思ったら水やりできるでしょ。そういうこと。頭いいね、スヌスヌちゃん。なんで私がこいつを涼介と名付けたのかは、枯らしたらダメだから。そうそうそう、よくお分かりで、さすがです。新かっちゃんさん、こんにちは、フォローありがとうございます。こんにちは。山田の絵だと思ったら枯れるけど、山田涼介だと思えば枯れない。とんだ白状者です。まあ山田だからいっかって、まあの絵だし。まあそれは嘘なんですけど、まあ山田涼介は小学生から大好きな、あの世界で一番好きな男なので、はい、それで今日が記念日だ。今日は6月15日が私と涼介の記念日。直射日光を与えちゃいけないってどこに置けばいいんだろう。テレビ前に置こうかなと思った。好きな人の名前が良いですよね。そうそうそう、好きな人の名前が良いです。なので涼介、直射日光を与えない場所に置きたいと思う。ちょ、結構重たいんだよね、砂利だから。片手でずっと持ってるけど結構重いんだよね、ずっと持ってると。ちょ待ってね。すごいちっちゃい、あのサイズでよかったかも。テレビの脇にめっちゃスポンって置けた。テレビ横にスポンって置けました。あれでよかったかも。あれぐらいのサイズでマジぴったり、ぴったんこカンカン。この枠45分でちょっと終わろうかなと思います。字枠が23時59分からまた配信あるのでよろしくお願いします。歌歌おうかな、もう一曲ぐらい。何歌おう。今マリーゴールド歌ったもん。あれ歌いたい、ゆうすけ。え、ゆうすけ知らないかみんな。でも世代、ゆうすけは私の中学生の時に結構ね流行ってたわ。まあヘキサゴン見てた人はわかるよね。ヘキサゴン見てた人はわかんないか。え、どうなんだろう。上地雄介さんなんだけどな。世代があるよね、上地雄介さんはね。そう、上地上地雄介さんは雄介で、音楽活動、アーティスト活動してたでしょ。あ、一緒だ。ちっちゃい頃とかも中学
羞恥心羞恥心、俺たちはパワーはいつも青い空と雲、太陽捕まえんぞ、君がいるから俺は笑う、悲しいお別れも最高の出会いも、ここに生まれた奇跡ならありがとう。光るお日様、キラキラ波打ち際、青い海と空、いつも同じさ、背伸びはしないさ、自分らしくないから、素直に笑っていたいだけなんだ。間違えた。涙がこぼれ落ちてもうつむかないで、さあ手をつないだらまた一緒に歩こうか、俺らは笑顔のひまわりさ、青い空と雲、太陽捕まえんぞ、君がいるから俺は笑う、悲しいお別れも最高の出会いも、ここに生まれた奇跡ならありがとう。やがて帰ってくオレンジ色残して、さよならする時も味方だった。月が微笑む、星がそっと寄り添う、どうかいつまでも見守っていて、辛いことがあったなら深呼吸してごらん、秋虫のひまわり、またいつもの笑顔で上向いて胸張って飛べるから、青い空と雲、太陽捕まえんぞ、君がいるから俺は笑う、悲しいお別れも最高の出会いも、ここに生まれた奇跡ならありがとう。心配かけた、あなた傷つけた、迷惑かけた、でも歩き続けた、こぼした涙、俺バカだから、お互いの夢それだからだから、はちゃめちゃな言葉、俺むちゃくちゃだけど今伝えたい、どんな時だって微笑んでくれてた、あなたは俺の宝物。青い空と雲、太陽捕まえんぞ、君がいるから俺は笑う、最高の出会いも最高の出会いも、ここに生まれた奇跡ならありがとう。もみじ彩り、雪が踊り、桜舞い散り、お日様輝き、僕のひまわり。イエーイ、久々歌ったわ。ありがとうございます。ちゃんにもぶちゅっち、懐かしいよね。にまりちゃん、ふるふるふる、るこっち、るこありがとう。みんなポチポチありがとうございます。
では45分になったのでランジアピールしていきたいと思います。皆さんこの枠もありがとうございます。13位リベドラちゃんありがとうございます。12位ドリマちゃんありがとうございます。11位風力発電ちゃんありがとうございます。10位ひさちゃんありがとうございます。9位ハチちゃんありがとうございます。8位みつまるちゃんありがとうございます。7位トカトティありがとうございます。6位スノスノさんありがとうございます。5位ハコシありがとうございます。4位ジュボさんありがとうございます。3位タクちゃんありがとうございます。2位ネオフィちゃんありがとうございます。そして1位がドコ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 チャーン鉄チャーンありがとう。壇上皆さん、アリーナ席の皆さん、ホストから応援してくださった皆さんありがとうございます。次枠また23時59分にお会いしましょう。最後の挨拶大津滝様でした。ありがとう。また次枠みんな大津滝ありがとう。また次枠ね。